佐渡市は新潟県の佐渡ヶ島全域を市域とするし、2004年に島内の90市町村が合併し誕生した。佐渡ヶ島における平成の大合併の地図、合併後は同名の10の地区が設定されている。佐渡市は旧自治体の市町村域をもとにした10の地区で構成される。市役所は 地理的な中央部の加内地区に置かれているが、県や国の出先機関は主に、相川地区に置かれ、商業の中心は、沢田地区、本州と結ばれる、玄関口は、両津地区及び、小木地区となっており、各地に機能が分散する。佐渡市歴史文化基本構想による分類では、両津、河原田、小木、相川の4都市が、近世、近代ともに発展を遂げた。 拠点的都市として位置づけられている。鴨子周辺の空中写真。両津の市街地は鴨子と日本海の間のサス状に形成されている。この画像は髪型が北北西方角である。1976年撮影の16枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 佐渡島内の自治体は佐渡市のみであり、島内に他の自治体はない。ただし、航路で以下の自治体と結ばれている。佐渡国が建てられた時期は大化の改新以降とされるが正確な時期は不明。初見は文武天皇4年に遡る。鎌倉幕府が守護大として本町を佐渡に派遣。同時に佐渡に入った御家人の渋谷、愛原氏らと共に、 戦国時代までこれらの諸子が佐渡を支配する。本町氏の文系が進み、河原田本町、氏、ハ本町氏の勢力が僧侶化をしのぐようになる。越後の大大名、上杉謙信の死により混迷した佐渡謙信の後を継いだ、上杉影勝が平定し、本町氏は滅亡する。その後、本町氏の一族が酒田に移り、酒田本町氏となる。継承が合図に法後も、 佐渡は引き続き噛杉す領となる。佐渡奉行所宇多川広重の描いた佐渡金山江戸幕府が佐渡奉行所を置き、佐渡一国を支配する。佐渡金山から産出された金は幕府の財政を潤した。明治時代になって一国天領と呼ばれた。航海技術の発展により、航路の中継基地とした役割がなくなり、経済的に廃れる。 明治昭和平成第二次世界大戦以降は人口減少が著しく、1970年の国勢調査では島全体の人口が10万人を割った。地区別の減少率は相川や両津、赤泊などで大きい一方、国中平野に位置し、ロードサイド店舗なども多く立地する沢田は比較的小さい。旧両津市初級相川市所2020年の選挙から、 定数21に変更。主な産業大木海岸のたらい船、北沢浮遊先行場時が舞い降りる佐渡の田んぼ産業別人工伝統工芸、佐渡市合併前の交流事業は以下の通り。今後は全島規模で交流できるものと、旧市町村単位で交流するものとを分けるか、調整する。中東教育学校高等学校小中学校。 特別支援学校専門学校学校教育以外の施設職業訓練施設図書館博物館美術館ホール集会場スポーツ施設佐渡市には2つの火力発電所と4つの水力発電所計6つの発電所があり島内に電気を独自供給している本土からのケーブルによる電気供給形式ではない新潟県は電源周波数5 0ルツの 東北電力ネットワークの事業地域だが、佐渡市は電源周波数 60Hz で供給されている。これは、三菱工業株式会社が管轄する佐渡鉱山の 60Hz の発電設備に合わせたことによる。都市ガスは両津地区の一部で佐渡ガスが供給している。地形上の制約もあり、大半の地区では LP ガスを使用する。市街局番は全域0259。 島内には、上水道4地区、簡易水道40地区、小規模水道が2地区が存在する。2018年1月28日に、島内で大規模断水が発生し、一時は、島内の24,112世帯のうち4割を超える16,56世帯で、断水の被害が生じた。2014年時点での新潟県の広域交通網、 佐渡と本土を結ぶ三航路の内赤止まりと寺止まりを結ぶものは2018年に定期運行を終了した。かつて1922年改正の鉄道不設法別表第56号における佐渡国恵比寿より河原田を経て相川にイタリル鉄道として恵比寿河原田相川の路線を営業区間とする佐渡鉄道が計画されたものの未開業のまま終わっている。 一方、バスは1913年には、秀明館が両津相川を開業、1916年には、高津省之助が、小木河原田を開業、1918年に、渡辺七十郎が、両津相川、両津新町河原田を開業、1923年に、羽地自動車が、河原田小木を開業、1924年に、細野右八が、 松ヶ崎新町を1925年には川口菊造が、た田畑野を、山松商会が、馬所両津川崎を、上田と余吉が、両津相川をそれぞれ開業している。その後、小木自動車と葉持自動車が合併し、全佐渡自動車を設立。細野右八と川口菊造が赤泊り自動車を設立。不送自動車商会と、 丸一自動車と前、佐渡自動車が合併し、スケシュー合同自動車を設立している。1937年に、佐渡乗合自動車は、新潟合同自動車と合併し、1943年の陸運等政令に基づく統合で、新潟交通となった。戦後、国鉄が佐渡島内の路線バス事業に参入する計画があったが、実現に至らなかった。 バス島内の公共交通機関は路線バスのみ、島内の全路線が新潟交通グループの新潟交通サドによって運営されている。また JTB 時刻表には両津港バス停が中心駅として記載されている。バスがワンマン化される以前は各市町村の主要バス停留所には係員が配置され、鉄道等と同様駅と呼ばれていた。窓口では 乗車券、定期券のほか、佐渡汽船や新潟港新潟駅間のバス、さらに国鉄へそのまま1枚で乗り継ぎ可能な乗車、乗船券も発売されていた。現在も、主要バス停付近の交差点名には、駅前の名称が残っている。佐渡市小木の海岸道路沿いにある交通安全看板、追い越し違反9000円、佐渡するめ500円とあり、 追い越し違反の罰金で名物のスルメが18枚変えることを示唆して、ルールを守るよう訴えている島内に高速道路はない。一般国道は国道350号の一路線が両津、金井、沢田、間野、葉持、小木地区を経由して島内を従環する。なお、佐渡基線の両津航路と小木航路がこの350号の連絡航路となっている。 空港ターミナルビルと中期中の新日本航空 BN-2 両土地区秋津には島唯一の空港である佐渡空港があるが2021年2月現在定期空路は存在しない。1958年に新潟空港の場外飛行場として供用を開始し、翌1959年から同空港との間の定期空路が就航。 1971年から県に移管し、空港として独立した。滑走路は延長890メートル、福音25メートルと短く制限表面も、境愛なため、離着陸できるのは小型機に限定されており、Z 機や中型機以上の機体は乗り入れられない。佐渡新潟間の定期コミューター空路は1996年以降、新潟県内を本拠とする。 朝日新航空が運航していたが、慢性的な赤字や、同社の運航要因が高齢化するなどした影響から、2008年9月30日をもって運航を休止、同社は事実上解散となった。その後約3年間、空港は民間小型機の離着陸や救急搬送などに使用されるのみだった。 その後、鹿児島県に本社を置く新日本航空が運航に名乗りを上げ、2011年7月29日から佐渡新潟間の空路が再び運航されるようになったが、2014年3月28日、同社は安定運航に向けた体制整備のためとして、同空路を無期限休止することを発表した。なお、佐渡空港については長年にわたり、滑走路の延伸、 拡張や東京国際空港など、大都市圏との空路開設に関する構想が何度か浮上しており、2008年10月には ATR72 型機を用いた佐渡空港、新潟空港、羽田空港のデモフライトが行われるなどしているが、いずれも具体化には至っていない。新潟、両津間を約1時間で結ぶジェットフォイル離島という地理条件上、 当該との交通の機関は航路に頼ることとなる。島内には、両津港、小木港の二つの重要港湾がある。新潟県本土川とは、佐渡汽船が運航する以下の二航路により結ばれている。両津港路は、カーフェリー、おけさ丸、ときわ丸と、ジェット推進式全没型水中浴船、翼、水星、小木航路は、ジェットフォイル、銀河により運航される。この他に、 赤泊港と二見港がある。小木航路は慢性的な赤字に悩まされており、かつてはカーフェリー2隻体制だったものの、2008年からは1隻体制となって運行本数を減便し、年末年始を除く、当期間は全便運休となっている。2015年から2020年までは高速カーフェリー、赤根1隻による運行となったが、2021年からは、 Z ットホイル一隻に変更となった。2018年までは、上記に航路に加え、両白航路と呼ばれる赤止まり港と寺止まり港を結ぶ航路があった。2005年6月までは、カーフェリー、それ以後は高速船、アイビスにより運航されていた。自動車を利用する場合は、関東地方から最も近く、利便性が高い航路ではあるものの、 両港とも港湾施設の規模が小さく、船も小型のものに限られたため、陶器は欠航となる、ケースが著しく多く、2009年以降は、陶器間は全便運休となっていた。かつて、戦後から1970年代にかけて、小木港とか柴崎港を結ぶ航路が、断続的に運航されていたが、不採算などの影響で、すでに廃止されている。また、1975年には、 佐渡と能登半島、立山連邦を広域観光圏とする構想の一環として、小木港と石川県珠洲市の飯田港を結ぶ航路が開設された。当時の小木町と珠洲市が航路開設を機に姉妹都市となるなど、観光の機関として期待されたものの、オイルショック後の不況や利用客の伸び悩みなどもあり、1978年をもって廃止された。このほか 小ぎ港を拠点として観光船を運航する力や、観光汽船が島内外へのチャーター航路を運航している。東大世界東大百戦の一つ、姫崎東大船格湾上げ島遊園。遊覧船が運航されている。メディアを再生する動画、矢島、京島たライブね重要伝統的、建造物群保存地区宿根木明泉寺の補充等、ゆかりの人物。ありがとうございます。